ユリア、元気そうで何よりだ。兄さん。どうした、ユリア。私はこれから北斗道場に行きます。もう兄さんに会えないかもしれない。何を言っている。死に別れるわけでもあるまい。私の周りに不穏な空気が。いえ、私の周りだけではなく、この世界の空気も。兄さん、気をつけて。きっと戦争は近いわ。ユリア。野党の砲撃か。夜が物騒になってきたせいか、この手の襲撃が多くてな。ユリ、何も心配することはない。すぐに追い払ってこい。俺はあえて魔狼となる。野党どもも泰山天狼拳の龍河が相手をしよう。
覚めるためなら俺は喜んで魔老になろう。貴様と何か勘違いだ。
間に世を騒がせ。どうせもうすぐ戦争だよ。だったらその前に好き放題やってやる。世界は終わりなんだよ。アリまで全部よこしやがれ。賊がはびこり民は怯え、これが世紀末か。ユリア、もう大丈夫だ。だが、またいつ野党が来るかわからない。早めに旅立った方がよかろう。最後に一つだけ教えてくれ。お前が惚れた北斗の男の名は何という？こう見えても俺はお前の兄だ。それぐらいのことはわかる。ケンシロウと言います。ケンシロウか。お前が選んだのだ。きっと素晴らしい男なのだろう。兄のことは気にするな。二人で仲良く幸せに暮らすがいい。天狼は乱において天帝の使者となりて北斗を戦場へ誘う。ユリアが北斗と結びついたこと、これもまた逃れ得ぬ宿命。乱が始まる前兆なのか。